はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、キンキンに凝ったジョッキにいろんなものをぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ連日ね、登場していきます武田浩二さんからのリクエストです。ありがとうございます。このコメントで答えていくリクエストが、みるみるオレンジジュースアイスコーヒーカルピスウォーターなんですけども、みるみるはもうすでに、ね、終わりました。で、牛乳は過去にやってるんですよね。今日ね、オレンジジュースこれをやっていこうと思います。さあ今日ね、選んだのがサンガリアさんのつぶみオレンジってやつですね。つぶつぶのね、みかんジュースをね、いってやろうと思ったんですよ。で、僕ん家の近所のスーパーにはこのサンガリアなんか売ってあってね、これを買ってきました。1本だとね、量が足んないかなと思ってね、2本買ってます。で、こっちだけですね、冷やし忘れてて急いで冷凍庫に入れました。もしかしたらね、入れすぎちゃっててね、シャーベットになってるかもしれないですね。まあ飲んでいきましょう。さあキンキンに凝ったジョッキ登場です。さあ冷えてます、キンキンです。じゃあまずは冷蔵庫で冷やしてた方入れます。粒が多かったらいいな。どれぐらい、あ、いい感じに入ってますね。あ、量も結構あるな。粒がね、全部出なかったりするんですよね。 OK、 こっち怪しいな。まあ一回行きましょう。いや、大丈夫そうだね。あ、大丈夫だ、やった、ラッキー。 OK、 うーわ、パンパンだなこれ。粒がね、めっちゃうまそうっすね。いいな、うまそうだなこれ、絶対うまいね。さあじゃあ行きましょう。サンガリアのつぶみオレンジ行ってみたいと思います。いただきます。乾杯。いやー、うわ、ちょっと喉に突っかえるから、あー、うまっ。あー、ガブ飲みにはね、あんま向いてないね。うまっ。あー、粒もしっかり入ってますね。えらいな、サンガリア。さあラストぶっ切れます。乾杯。最高だなこれ。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしましたけども、つぶつぶのね、オレンジジュース、見た目にはめっちゃ美味しそうで、実際に美味しいんだけど、やっぱちょっとね、飲みにくさがあるんで、あんまりね、こうガブ飲みには向いてないなって感想ですね。これね、あの粒の食感を楽しみながら飲むのが醍醐味だと思うんですよ。楽しめないんで、実際はね、ゆっくりゆっくりやっぱ飲むのがね、いいかなと思いました。ただ僕はね、この粒みかんをガブ飲みできるかをちょっと挑戦したかったんで、そういった意味ではね、結構ね、思い出の残るね、一本になったかなと思ってます。めちゃくちゃうまかったんでね、これも飲んでみたくなった、気になった方いらっしゃればぜひね、試してみてください。はい、というわけでね、サンガリアさんね、僕もだいぶお世話になってますけども、多分これからもですね、お世話になると思うんですよね。まだね、飲んだことない、飲んでみたいやつに、ね、入れて飲んでいくと思うんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。明日はアイスコーヒー。